絶対サイレス出して回復させてっていうのがいいんだけど、分かってる分かってるけど使いたいんだ俺は。エスタークを入れよ、エスターク出番ですよ。ちょっとガチャコ殺すわ。時間も少なくなってきたし、うん、さっさと。でもこっちも2人やられるのか。打てる手はないみたいな。こっちも2人やられるんだな。果たしてどうなんだこれ。まあ敵3匹殺してこっち2匹だから。これさ、ね、あ、試してみようかな。これさ、寝るのかな。もう一回寝るんだったらさ、一回回復してじゃがめじゃがめで、寝るかどうか試そう今。てか、なんなら攻撃してから顔殴って顔ぶん殴りし候補して、これ強すぎじゃね。寝かして寝かせんじゃん。ほんで癒しの波動、おやすみってして、おやすみ侍して、なんか全てさ、あ、出てるな。俺全て計算し尽くされたムーブみたいになってるやん。あのメダカにジックルをの前に出したことから全て計算しくしつくされたような動き。時間も少なくなってきたし、さっさと。なんだこのこの使い手は。強すぎる。今の動きただものじゃねえ。これ今見えてんぞ。こんなプラチナ3でこんな猛者に会うとはなみたいなこと思ってるぞ。刃砕き、おそらく。俺恐ろしくて取りに来たじゃん。こいつダメだ、こいつほっといちゃダメだってなってんじゃねえか。お、今のデッキの名前分かった。あの、今視聴者が教えてくれた中川翔吾とゾウまでキメラ量産デッキっていうらしい。へえ、きっしょ。もうお前早えよ出社が。遅れてこいよバカ。どんだん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 。打てる手はないみたいな。それはビビるよな。それ正常な正常な判断だ。何にするか。ククールミラーはどうなんだよ。エスタークダメだろこれ。俺のターンだ。なんでお前組んだ。帰ったところで忘れ物か。ライバー持ってたらとんでもないことになるぞ。マジかよ。マジだよ。時間も少なくなってきたし。いやこれさ、終わらせるか。いやこれ隠しても意味ねえな。ライバーで行こっか。ドラグライトうんこちゃん、もうこれがダメだよ。これが、あ、まあこれだ。負けの原因は、いやでもそんなさ、せっかく一生懸命やってるさエスタークにさ、お前のせいで負けてるみたいなこと言いたくねえんだよな。こいつ多分めっちゃ頑張ってるじゃん。クソ気持ち悪いけどこのゴミ。だってもう正面に置いてもくれないんだよ。クソ怖くない？正面に置くことすらしてないんだよ敵が。もう敵として認識してないんだよ。あ、こいつ弱いからいいだろうっつって。